おい。YouTube。お前どうしちまったんだよ。なんで急にそんな変わっちまったんだよ。一体お前に何があったんだよ。お前昔はそんな奴じゃなかったじゃねえか。お前に一体、何があったんだ。ということでこんにちは。昨日休んだらバキバキに回復したゆっくり霊夢と、そっからこれから毎日3本投稿できるねゆっくりマリサと。でも結局休んだ時にメンバーシップの設定をしてたゆっくりヨウムニョン。いやせっかく休みもらったのにメンバーシップの設定してたの。まあそのおかげでメンバーシップの承認もめちゃくちゃ早く終わって、ジャバ版と統合版のどっちもこの動画を投稿した頃には入れるようになってると思うから、今回は先にメンバーシップの紹介をしていくわよ。まずは値段からなので、こんな風に3段階に分かれてて、まずは1つ目の90円、これはこのオープ主のスタンプを使いたい人専用のやつですね。だいたい1日3円ですね。これは月に1回お菓子を我慢すれば入れます。そのお金がないって人は、自販機の下を漁って探してみてね。いやそんなことさせてまで入れる気なの？そして次は1190円のプラン。ここでは私たちが契約したマインクラフトサーバーや専用のディスコードサーバーに入れて、ひたすら自由に遊べるって感じだな。結構高いサーバーを契約してるから落ちたりすることはないと思うにょん。そして3つ目、これには誰も入らなくていいです。ふざけて作ったから消そうと思ったけど、消すにはもう一回申請が必要なので消せなくなったプランです。一応プランの説明をすると、本当に実装すると思ってなかったから内容は1190円のと変わらないにょん。なのでマジで入らなくていいプランです。ということでメンバーシップについても話終わったし、YouTube に切れていくわよ。おい YouTube お前舐めてんのか。私は切れてるぞ。お前スキップ不可の広告を5連続で入れるらしいな。まずは記事を読んでくぞ。海外メディアの報道によると、YouTube は動画上で最大5枠のスキップできない広告を試験的に導入しており、今月中にも実装されるそうです。通常、無料ユーザー向けに挿入されるものは1つか多くても3つ、さらに2つ目はスキップできるのが普通。長さも5秒から30秒といったところ。しかしここ数日、Twitter やアメリカの巨大掲示板リディットにて、スキップ不可能の広告を5つも見ることになったという報告が続出。Twitter 公式アカウントのティーン YouTube は、これはバンパー広告と呼ばれるものだと説明。各広告は6秒だけなので、ユーザーが見るのは通常と同じ30秒の範囲を超えないとのこと。まだ全てのユーザーが受信しているわけではなく、どれくらい多くのアカウントに展開されるかもわからないとしていますが、広告に時間を取られる長さはますます増えていきそうです。おいお前らこの広告は多すぎだろ。いや確かに多分私の広告収入は増えるかもしれないよ。いやでもさすがに広告多すぎない？私同じ広告大量に見せられて頭おかしくなっちゃうよ。もう私モンスター娘のゲームと脱毛の広告一生見せられてるからね。それはくさみょん。ということで皆さん YouTube プレミアムに入りましょう。今なら3ヶ月間無料。あれもしかしてお前YouTube の回し者？いや私 YouTube 公式に嫌われたくないのでこんな感じで宣伝しておきます。いやそんなサムネにしてる時点で絶対嫌われるにょん。前話した YouTube の中の人許してください。中の人と1回話す機会もらったのにこんなことやってるの頭おかしいからね。私は権力に屈しないぞ。あでももし公式イベントに招待してくれることとかあったら全然この動画消して謝罪動画出すんで、公式イベントに招待してくれたら何でもします。あ速攻権力に屈したにょん。マジでぼっちなんですよ。もうどんな実況者さんでもいいのでイベントとかあったら招待してください。ということで今日も今日とてコメント読んでいくわよ。まずはスパチャから読んでいくよ。それじゃあ1つ目、無限に見れてしまう。すごいです。スパチャありがとうございます。やべえ純粋なファンがいる。うちのいつものファンは私にエナドリを飲ませてくるのに。でも君リスナーに言われなくても飲んでるよね。いやいやたったの1日4本ですよ。なお1日4本は治療の模様。体調悪くなったらモンスター飲めば復活するので絶対それ悪循環だぞ。それじゃあ2つ目、友達いない。作ったら速攻入ります。メンバーシップ楽しみです。スパチャありがとうございます。そうなんとこのメンバーシップに入ると友達ができます。多分ちなみに私はぼっちなので友達ができるかは保証しないです。誰か友達になってください。メンバーシップの中で友達募集しててくさにょん。というかよく思うんですけど友達ってガチでどうやって作ればいいんですか？いやそれは普通に話しかけたり共通の趣味を持つ人を探したり意外と簡単に作れるぞ。自分から話しかけたりできない人はどうすればいいですか？もう諦めてください。くさにょん。それじゃあ3つ目、金欠なので控えめで。スパチャありがとうございます。いや金欠だったら投げなくても大丈夫ですからね。まあめちゃくちゃ嬉しいんですけど、もうスパチャを投げてくれる人には頭が上がらないです。もう靴でも何でも投げます。はい気持ち悪いので消えてください。それじゃあ4つ目、無理をしないでください。スパチャありがとうございます。まあこれからもどんどん無理をしていくわよ。いや今君話聞いてた？まあ学生でゆっくり実況をほとんど毎日2本上げてるのでしょうがないですね。いやその毎日投稿をやめろって言ってるんだよ。まあ気が向いたら休みます。あじゃあ案件動画の編集を休みますか？いや絶対にそれはやってください。案件をしっかりしないと社会人としてダメにょんよ。いや私学生なんですけど。あそういえばそうだったにょん。
それじゃあ5つ目、投稿お疲れ様です。無理をせず頑張ってください。スパさんありがとうございます。いや全然モンスターを飲めば大丈夫ですよ。いや君モンスター飲んで体調壊してたよね。いや何のことかわからないですね。良い子はエナジードリンクは適切な量に抑えましょう。それじゃあ6つ目、ナイス投稿。スパさんありがとうございます。いや毎回スパチャしなくても大丈夫ですよ。私はあなたのお財布が大丈夫か不安です。急に心配するところまで来たにょんね。でもスパチャは感謝してます。このおかげでエナドリが飲めます。というか最近気がついたんですけど、エナドリを1リットル飲んだ後に水を1リットル飲めば実質エナドリを飲んでないのと同じ？いや全然アウトだからね。あとお前別に水飲んでないだろ。水の代わりに午後の紅茶飲んでます。モンスターと午後の紅茶だけ飲んでたら絶対糖尿病で死ぬにょん。それじゃあ7つ目、200ギギスパチャです。明日プリペイドカード買ってこよ。スパチャありがとうございます。あこの人私のスパチャでプリペイドカードなくなってるじゃん。それはスタにょん。まあでもそんなあなたにおすすめな、メンバーシップが開設されました。いや君もっとお金取ろうとしてない？今なら月1000円ちょっとで専用のディスコードサーバーとマイクラサーバーに入れるわよ。こいつ作って速攻メンバーシップ宣伝し始めたにょん。それじゃあ8つ目、悲しみのスパ。スパさんありがとうございます。貴様お茶ってことは茶子さんのリスナーか？後で茶子さん分殴っておきますか？いや何にも知らないで殴られる茶子さんかわいそすぎるでしょ。ちなみにこのスパチャで多いお茶を買ってきました。これで今日はエナドリ飲んでも大丈夫ですね。いや全然ダメだよ。